ルディ・カズコは、日本のマーケティング評論家、ダイレクトマーケティング研究者、立命館大学大学院教授等を経て、セブンアイホールディングス取締役、突般フォームズ取締役、本名、桐山カズコ、国際キリスト教大学卒業、結婚、都米 CST ローダー社で勤務しつつ、上智大学国際部大学院、経営経済修士課程修了、 経営学習士。1972年シカゴ大学、会計監査室勤務。ST ローダーでは、マーケティングマネージャーを務め、1980年に、タイムのダイレクトマーケティング本部長に就任。1983年ウィット,トン社、代表取締役。2011年日本ダイレクトマーケティング学会、副会長。全日本 DM 対象審査委員。 ダイレクトマーケティング学会第1回学会賞受賞。2013年より、立命館大学大学院経営管理研究科教授。また、2014年より、セブンアイホールディングス社外監査役。2015年突般フォームズ取締役。2016年立命館大学大学院経営管理研究科客員教授。2019年セブン アイホールディングス取締役。ルディとカタカナナであるが、欧米人と結婚したため。ペンネームで、本名は、桐山和子株式会社セブンアイホールディングス役員の略歴丼ぶり会計。ABCDEFGHIJ2019 年2月期セブンアイホールディングス有価証券報告書及び内部、統制報告書セブンアイホールディングス。 立命館大学ウェブサイト、教員紹介専任教授参照。日流、ウェブ2014年4月24日、セブンアイホールディングス、ルディ・カズコ氏が、関西役に、オムニチャンネル展開を推進参照。ありがとうございます。